金を払わない方法を教える政党っていうのは、外国のあれからしたら結構面白いと思うけどね。こんな政党があるっていうことを世界に発信するのは面白いと思うし、ものすごい合理的やと思うもんね。来た。言う前に来た。選挙カーが完成しまして、そのことについて、政治活動の車、なんかマスクを外そうかっていう車なんですけど、マスクを外そうか、いいじゃん。平塚君、平塚って言わなかったかな。平塚、マスクを外そうか、完成、おめでとう。サーファー高橋のモノマネするつもりやけど。お前、その車で駐禁するなよ。まあでも真面目な話ね、彼が政治活用の車を買いたいということで寄付を集めてて、それをちゃんと僕はちょっと疑ってたけども履行してることはすごくいいと思うし、平塚君自身党員に本当に迷惑かけずに動いてるんじゃないかな、全部見てるわけじゃないけど、で官邸前とかで自民党前とかでいろいろと活動してるのも車で通りかかったりしてるので、ぜひ少数意見であってもね、主張していることは全然おかしくないと思うので、これからもね、頑張ってくださいとしか言いようがないんですけど、完成おめでとうございます。2、3台車が欲しいって言ってました。え?2、3台車が欲しいって言ってました。まあ、別に、車が回すのにはいいと思うんで、まあ、あまりね、長い間駐車することはちょっと好ましくないと思うんだけども、車でくるくる回るっていうのは全然、まあ、いいんじゃないかな。平塚君を支持する人って結構いると思うし、最初はみんなバカとかいろいろペテン師とか言われるのでね、そういうことに負けずに自分の思うことは貫いてほしいなと思いますけどね。はい、一番さん、戸田市の選挙 の、 その予想の得票率は、得票率うちのそうです、どれぐらいと見てますか。すごいんじゃないかな、 1.5 から2%ぐらいじゃないのかな。ちょっとクロスがどれぐらいその地元の人の活動が心に響いてるのかっていうのは僕は知らないから分からないですけど、まあでも取るという場所からしたら 1.5 から2%ぐらいは取れるんじゃないのかな。当選ラインはちょっと非常に厳しいと思ってますけどね。はい、なんていうんだろう、このやっぱり今日変えた NHK 受信料支払わない方法を教える方にこれが浸透してくると、ものすごいいろんな人が問い合わせしてくるんですよね。今まではこうあくまでもなんか目標みたいなことを掲げてるので、有権者の人が質問しづらい環境だったので、もうちょっと早くこういうのをしてあげてよかったのかな。ただちょっと今回は厳しいとは思ってます。それは黒瀬が悪いとか党がっていうよりも、やっぱりスーパークレイジックが出てたりとか、あなたの党の人かな、まあ、無所属だけども、やっぱり複数の、まあ、愛煙家とか、愛煙党か、もう本当にいろんな方が政治に挑戦されているので、そういう意味で、票がね、割れちゃうっていうのが僕の読みなので、クロスがすごく頑張って、しっかり頑張ってると思うので、当選してほしいと思いますけど、まあ、あれだけ不動票を奪い合う選挙というのは、もうちょっと厳しい。
かなと思って。その今の出た4人の中で言うと、どなたが一番だって、一番それはあの女の子は当選するんじゃないですか。当選すると見ている。当選すると思います。あれだけ綺麗な女優さんで、女性が一人だけですし、あのむしろ当選しない理由がないと思いますけどね。あのちょっと名前忘れましたけど、三谷有沙さん。有沙さんですよね、はい、三谷さんです。あの彼女はもう全然当選すると思いますよ。そう見てるんですね。彼女が落選するよ、彼女が落ちるっていうのはちょっと、あのキャラが被ると ね、 女性も厳しいんですけど、若い女性が他にいないので、ポスターも非常にあの爽やかな、まあ、あの曖昧な公約っていうのを非常に番組受けしますから、戦略はバッチリですよね。だから無所属で出たのも良かったと思います。彼女も当選するでしょう。まあ、スーパープレジェクトは絶対ダメだと思いますけど、逆に愛煙党に関しても結構取るんじゃないですか。あれはもう相当いいと思います。いや、そんなに浸透がまだできてないかな、そんなに取れないんじゃないかなっていうふうに個人的には見てましたけど。そうですね、当選するまでは絶対いかないでしょうけど、浸透度によって、だからああいうのってもっとしっかりポスティングとかやってたら相当取るでしょうね。いや、どうもそういうのができてない。あの 初日だけあのポスター張りはメンバーが来たんですけど、平日は基本一人でやってるので。ただあのお怒りの方大勢いらっしゃるので、あの愛煙家をいじめてるのは間違いないので、僕は結構取ると思いますね、はい、あのスーパークレジックよりも取ると思います、はい、取ると思います。それはもうあの選挙っていうのはスーパークレジックが目立つだけなんで、彼が悪いっていうわけじゃないですけど、票を取るっていうのは共感を得なきゃいけないんで、あの彼を見てはスーパークレジックと思ってもそれで票を入れようとは思わないです。一方で暗影化の人があの追い込まれてるっていうか差別されてることについては、あの相当皆さん思いがあると思いますから。まあそうですね、そういうのは意思表示として投票されると思います。はい、ありがとうございます。はい、あ、はい、ちなみに政治団体って20文字までね、あの、これが、略称が。あ、略称です。政治団体の文字数に制限はないけど、略称は20字までっていう略称があるわけです。政治自身を知らないから、なんで合法的っていう名前を入れるの、そこに。え、合法的って入れたいって言ってた。違う違う、合法的にっていうのは日本語に入れたいと思ったけど入れてないから、入れてないからこっちには入れない。え、なんでその直訳って難しいのか。いや、それだったら合法的に外したでしょ。 NHK にお金を受信料払わない。 The party to inform っていうのは方法、インフォーム、こっちが方法なので、インフォームは伝える、周知するみたいな。周知、教えるっていう。教える、教えるね、情報で、国民。じゃあ、これは対象がないと。いやいや、だから、ああ、そう、国民っていうのを入れてるのか。国民を、まあ、まあ、国民じゃなくてもいいですけど、直訳だったら。ただいや、もう全然直訳でいいじゃん。その、これよりさ、パーティーっていうのは政党っていう、党っていうでしょ。そうです、パーティー。そうでしょ。で、それ消していったらいいんだよ。それが教えるでしょ。方法でしょ。支払わない。ちょっとここの言葉の単語のチョイスも ノットペイメントでね。ノーペイメントで一つの単語。うん。だから支払わないよね。これで一応直訳、その リーガル。オブ。ただ、オブオブが入っちゃってるのと、ノーペイメントでいいのかっていう。そこはもうちょっと、なんて言うんでしょう。ノーペイメントで通じんやったらいいけど。ノンペイメント一つの名刺ではあります。支払わない。はい、ノンペイメント。それでいいんじゃない。NHK ライセンスフィーでしょ。はい、完璧じゃん。なんでそんないらんもの入れたらおかしくなるのか。日本語に入ってない単語入れたらおかしくなるじゃん。まあ、もうどうせやったら長く分かりやすい方がいいんじゃないかと。分かりやすくってだから合法的とはちょっと言えないのよね。なるほど。
あの言えないっていうのがちょっと見解が分かれてるのよね。だから放送法違反にはならないんだけども民法上の契約不履行になるんじゃないか説があるのであえて合法的っていうのを入れないようにした。また言ってくるやつもおるし実際まあまあそうやな、まあ、契約して金払わないっていうのは債務不履行やからと思ったんであえて合法的ってのを入れたいけど入れないようにしたのよ。なるほど。だから英語表記にそれ入れちゃうとなんかおかしくなっちゃう。語弊が生じるってことですね。これでいいじゃん。The party to inform? インフォーム、ザメセット、ザノンペイメント、オープン NHK ライス。ここでいいじゃん。つか、そんなこだわらなくていいやろ。いや、もうあとはインフォームだったり、ノンペイメントの単語のピックアップをもうちょっと。違う単語を使いたいってこと。もうちょっと、いわゆる難しい言葉ですね、簡単に。を何かあるかなと思うんですけど、もうちょっとソフィスティケート、洗練された言葉がないかなと考えてたんです。あとは、オブオブがあることもちょっとダサいかなとか。NHK ライセンスフィアもこれフィックスでいいと思うんですけど、NHK の人が。それ、オブオブは、あれだ、逆にややこしいのか。でもだって、O が2つあるから、オブオブじゃない、あるったら普通じゃないのか。まあ、そうなんですけど、パッと見がちょっとダサいかなとか、そこら辺の話です。そういうのもあるんや、はい、支払わない方法を教える公募いいね、違う、英語はもうぶっちゃけどうでもいいの、そんな何も出えへんからそんな、こんなんで無駄な時間を使うのはやめとこうよ、はい、うん、まあ、直訳でこのままでいいということで、うん、あの少なくともいらんことを入れる方がいいわ、はい、あのいらんものを入れる方がコモンとか使えないんですか？ね、どうしよう。もうこれで決定しちゃうんで。はい。これで決定。はい、決定。いやだってまた変わるし。そんなもん。これでも俺意外にいいと思うけどな。この中においてこれやろ。NHK 受信料支払わない方法を教えると。いや、これがさ、デタラメやったらええけどさ、もう実は払わなくていいじゃん、なるでしょ。僕にとってインターネットも、あの役所 N 教頭にしようと。教あ、教えるか。N 教頭。N 教頭はもう許すよ。信者かしら。あ、教祖の教か。そう。N 教って言うの N 教の響きだけど、あかん。そうそう、だから略称も NHK 取りするから4文字がさ、どうなるんやろうっていうことやね。でもこれが本当に新聞のなんですね。でも N 党っていうのはみんな言うからな。別に N、だから N 国をちょっとやめてほしい。 N 党やったかな。東芝さんが未だに N 国って書いてるよって。そう、いや、全然構えない。NHK だ。役所 NHK じゃ分かんないんで。うん、だから NHK 党にした。はい。党が入ればもう OK だ。うん、ね、うん。でも思ってる、だから、役所 NHK 党を入れといてやる。いや、役所は党までないですね。党まで入れる。もう党まで入れないと、はい、逆に、NHK っていう略称が使いづらいっていうのが今回分かったから略称を NHK 通りにする。それ文中にするでどっちが分かんない。そう NHK って言ったらだから、まあ、まさにこうやって細かく変えていくことによってまだ返事来へん。来週火曜日ぐらいになるかな。総務省からは火曜日、水曜日。いや、あのね、水曜日までにもし決まらないようだったら一報ちょうだいって、まあ、まだ決まってませんって一報ちょうだいっていうだけをお願いしたいんだけどな。そんな急いで。多分もうそんなこれでダメっていうことないと思う。多分向こうも一応さ、こういう申請が来てますって多分ない、まずいやと思うんだよね。これを多分断る理由はないと思うので、おそらく水曜日までって言われてるから水曜日ぐらいまでに来るでしょ。もう早かったら月曜日来るやんなと思うな。だからこれが公序良俗に反するっていうことを、でもこれが
したら NHK から国民を守る党って通りそうやけどね、政治団体で。もうさ、最近ひどいやつがいてさ、NHK から国民を守る会から立候補するんですっつって、あの渋谷で出たやつがさ、あっちこっちで言いまくってんねん。で写真とか来てさ、この卒業の都議選で NHK から国民を守る党が立候補しますよって言ってますよって来て、そんなやつ知らんしと思って、で調べていったら NHK から国民を守る会が小林やって、うん、あの渋谷で出たやつ。ほんでさ、堀江も昔のあの堀江さんのあの宮内さんのことやろ、ライブドア、はいはい、あの辺のやつでさ、いろいろと、いや、俺、立花さんとすごく仲いいんですよ、立花さん、この人知ってますかとか、知らない人のやつとか、電話で喋ったことあるけど、はい、会ったことない、会ったことない人を仲いいんです、昔から仲いいんですとかって言ってやってる、うん、都議選じゃ、都議選23分の給料さ、じゃあ、23分だけじゃない、都議選は。玉も。いや、だから町田全体でいいとこでしょ、はい、だし、多分その三鷹選挙区とかあるじゃん。玉も、府中も、あの辺も、分かります。それこそ、あきるのとか、出たりとか。それで、片岡が八王子やろ。